朗らかエリサ、妙殿ホタルです。見えない愛情。さてと、ラジオの打ち合わせ始めよう。ホタルちゃん、よろしくね。よろしくお願いします。それにしても、私がゲストで大丈夫ですか？もちろん、ホタルちゃんだってチャームス候補生の仲間なんだから大丈夫だよ。ありがとうございます。でも、謎の声が乗ったりしないかなとか。でも、それならいっそラジオのテーマを怖い話にしちゃうのもありかもしれないね。ポジティブ。でも、それならむしろプラスになるかも。そういえば今日、打ち合わせのお供を持ってきてるんだ。じゃーん。わ、綺麗な箱。ザクロ堂？もしかしてザクロさんのお店ですか？正解。さっきザクロちゃんとユウちゃんが打ち合わせのお供にどうぞって渡してくれたんだ。私、ザクロ堂のお菓子ずっと食べてみたかったんです。え、そうだったの？じゃあ一緒に食べよう。さてと、スイーツのお供にはお茶だよね。ごそごそ。よいしょっと。電気ケトル。え、そんなに大きいものどこにしまってたんですか？うん、いつも持ち歩いてるんだ。どこでもお茶できるように。いや、え、今ポシェットから出てきませんでしたか？まあまあ、気にせず気にせず。お皿や茶器もちゃんと用意してあるよ。そんな綺麗な茶器やお皿もどこにしまって。あ、ホタルちゃんは紅茶派？コーヒー派？じゃあお紅茶でお願いします。はいはい、ザクロちゃんの受け売りだけど。さあ、お紅茶とのマリアージュを楽しみましょう。うん、いい香り。本当にいい香りですね。お菓子、どんな感じなのかワクワクしてきました。それじゃあ箱を開けてみよっか。オープン。どれも美味しそう。目移りしちゃうね。こんなに可愛いケーキ初めて見ました。うんうん。あ、そうだ、ホタルちゃん、ケーキ一緒にせーのって選ばない？なんだか楽しそう。ドキドキしちゃいますけど。はい。うん、じゃあ行くよ。せーの、これ。えい。あれ、それって。え、どうかしましたか？ホタルちゃんが選んだ赤いケーキ、なんだかゆゆちゃんに似てるなって思って。そう言われてみれば。あ、ヘリさんが選んだ紫色のケーキもザクロさんのお色ですね。あ、ほんとだ。一目見て好きだなって思って選んだんだけど、無意識にパートナーの色を選んじゃうなんて、なんだか嬉しいね。はい、ちょっと恥ずかしいですけど。お互いパートナーが大好きな証拠だね。そう思って見てみると、
ケーキのデザインまでザクロさんとユユちゃんに見えてきますね。うん、かわいいねって、はぁ、どうかされましたか？もしかして、もしかしなくても、ホタルちゃん見て、こっちのケーキ。ん？あ、これって。うん。赤いケーキの横にある緑のケーキは、きっとホタルちゃん。二つ合わせて、ゴーストハーモニーだね。じゃあ、紫色のケーキの横にあるオレンジのケーキは、エリさん。ピエスモンテですね。うん。もしかしてこのケーキって、ザクロちゃんとユイちゃんが私たちをイメージして作ってくれたのかな？もしこれが偶然だとしても、とっても嬉しいですね。だって、こんなにも私たちを幸せな気持ちにしてくれるんですから。そうだね。は、写真撮っちゃおうっと。きちんとペアで並べてっと。並べるとまた可愛いですね。私も撮っちゃおう。よし、それじゃあ早速お茶会しよっか。はい、じゃあ私がケーキを盛りますね。え、いいの？それじゃあお言葉に甘えて。ではでは、このザクロちゃんください。あ、はい、じゃあ私はこのユユちゃんいただきます。あ、私今前夜祭パーティーの時のりょうさんみたいに海外しい大人の女性になれてるかも。どうぞ。ありがとう。どういたしまして。さてと、それじゃあお茶会始めよう。あれ、そういえばエリさん、ラジオの打ち合わせは。いただきます。はーん。いただきます。